10月といえばハロウィン。今回私はハロウィンにぴったりなアトラクションがあると聞いて、ここワイキキにやってきました。そのアトラクションというのがこちら、ゴーストバス。 I'm a little bit scared, but we'll see what's gonna happen. はあ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 こちらですね、ゴーストバスハワイといいまして、日本のお化け屋敷を初めてハワイで開催しようということで、去年の10月の29日にオープンしたものなんですね。これは動かないお化け屋敷、バスを改造してお化け屋敷にしたものなんです。でこれはアメリカで初めてのバスで、日本でも2台しかないゴーストバスなんですけれども、日本のゴーストバスプロデューサーマイケル T 山口さんがコンサルタントに入っていただきまして、ハワイでは JTBハワイ、そしてバスは TPT、そしてこのプロデューサーベストハワイという、この4社がタッグを組んで、渾身の力を込めてローカルの方、アメリカの方に楽しんでもらおうということで、日本のお化け屋敷をこのように持ってきたものなんです。このゴーストバスに乗る前に、まずはビデオであらすじを見ます。そして一気にホラーの世界へ。これを見たらもう逃げられません。怖いよこれ。すごい心臓がバクバクいってますね。ゴーストバス、すごい怖いですけど、でも楽しかったです。皆さんもハワイにお越しの際はぜひチェックしてみてください。ゴーストバスハワイ、ハロウィンシーズンに限らず毎日午後4時から8時半まで開催。チケットのお求めはウェブサイトで。